受験生のメンタルを全回復する二人組。ツイッターで受験生向けのメッセージを更新、中学生向けの本も出しているよ。カサニマロ。どうも、カサニマロリケタンのベノと。どうも、カサニマロ文治団の吹山とです。はい、ということで、私立の結果を踏まえてという動画に、ね、なっております。いろんなことね、思う人いると思うねんけども、うん、まず一つ言えるのは、私立と国公は全然違うっていうことが、まずは言えるかなというふうに思います。うん、なかなかさ、どっちも全力投球って難しいと思うねやんか。そうだね。だから、まずまあ、国公立を受ける人、まあ、併願の人で、もし私立があっても全然ダメだったっていう人いたら、まあ、それは全然、諦めないでほしい。実際に傾向とかも全然違うかったりするし、私立全落ちで高校率良かったっていう人全然多い、実際に全然多いんで、うん、そこはまず全く気にしなくていいかなというふうに思います、うんうん、でね、弁当の周りも多かったよ、そういう人多かったね。もうやっぱ私立って問題の癖強いから、そのオーソドックスな問題に強い人と、このなんか応用いけるかみたいなところもあるし、やっぱ私立専願だったらその癖の強い問題に対してもう特化で対策できるんで、それは受かりやすいやろっていうところがあったりするんで、高校率、うん、がもう本命なんだっていう人はもうちゃんちゃら気にする必要ないかなっていうふうに思いますね。うん、まあ、逆に私立受かったって言って併願の人はもうそれはもうおめでとうやから、まあそこでまず一個安心材料をね手にしたわけやから、そこは逆に気を抜いたらあかんねんで、そこで気抜いたら逆に受かってない人の方が今からめちゃくちゃ全力で来んねんから、それはやっぱ食われちゃうので、そこはやっぱ油断しないでしっかりね、逆に安心材料とするのはいいけど、そこで守りに入るんじゃなくて、やっぱ受験って攻めないとね、バリ社会で成功しないんで、しっかりそこは守りに入るんじゃなくて、しっかり自分の力を最後まで出し切る、その攻めるっていうのは攻めの心を持ってね、しっかりね勉強アグレッシブに取り組んでほしいなというふうに思います。ただとにかくね、受かったから本当おめでとうってことだよね。そうやね。どう、弁当くん、洗顔の人はどうかな。洗顔の人、じゃあまあ受かった人はもうおめでとうやな。もうこれはもうおめでとうっていう、うん、もうそれはもうだから、うん、ぜひね、笠井丸にもツイッターとかインスタに全然 DM 開いてるんでね、勉強の質問とかごめん受け付けたいねんけども、全然ね合格報告であったりとかね、うんうん、その受験の報告は全然待ってるんで、ぜひともね嬉しい報告聞かせてもらえたらなというふうに思います。まあじゃあ不本意だった人へっていうところでお話をしていきたいと思うんですけれども、うん、まず補欠がまだ残っているぞという方、うん、この方はねちょっとまだ淡い期待を持っといていいんじゃないかなっていうふうに僕は思うけどね、全部、うん、もう全部ダメやったとしてね、全部ダメやって、補欠だけ残ってるという状況の人は、まあ、ちょっとそこは淡い期待を持ちましょうよと、うん、実際補欠でね受かったっていう人も結構コメント欄でもいてはりますし、全然、うん、まだ諦めるなって言ったら、諦めても諦めなくても運命は変わらないんですけど、どうせだったらねハッピーな気持ちで人生を送ってた方がいいんで、受験ってハッピーのためにあるんで、沖縄党のめっちゃ裸やけど 33% ぐらいじゃんけんで勝つ確率ぐらいじゃないかなって思うよ、補欠で受かるんで、うん、じゃんけんで勝つ結構あるかなっていう風に思ったりするか、もちろんその大学によるで、大学によるし、そこはもう運ゲーやねんけども、最後はじゃんけん勝つって考えて結構ポジティブに捉えてくれていいんじゃないかなっていう風に思ったりはしますよね。うん、確かに、まあなので、まあ、そこは確率なので、まあ受かったらいいなと。でガチめに全部不合格だった人、これに関しては、まあ滑り止めがじゃあ受かったよと、まあ自分にとっては超楽勝な大学でしたっていうことであれば、まあ本当に不本意な人は入ってからちょっと環境に違和感を覚えて仮面浪人をするなんていうねケースもあったりするし、でその仮面浪人をした結果うまくいったっていうケースもあったりするんで、まだ悲観しなくていいというか、大学1年生が今からスタートするだけなので、そっからの未来を切り開くのは皆さんというか、まあそれかその不本意だった大学の首席をずっと取り続けるっていう目標で勉強をね頑張ってこう身を捧げてもらってもいいのかなっていうふうに思うけどね、この授業とか一番前の席でちゃんとこう聞いてみたいな、そういうモチベーションで行くと、本来第一志望の大学に行った運命よりもいい未来がね待っていたりするから、そこはなんだろうな、この自分が一番この闘志を燃やせるような選択を取ればいいので、まあ浪人するか、それとも今の、滑り止めの大学で、まあ、妥協するけれども、その中でこのトップを走り続けた方がかっこいいんじゃないかとか、それはちょっとまあおのおのの選択でしょうから、ここから一番自分が明るいと思えるような未来をね見ていただければいいと思うんですけども、でも今はちょっといつも言ってますけれども、戦略的ネガティブと、まあネガティブ感情に、ね、なると思いますんで、まあ、正直ね避けられないと思うんですよ、ネガティブ感情なんて。だから感情って神経伝達物質がシナプスとシナプスの間をこう受け渡すことによって生じるものなので、この神経伝達物質を枯らせばいいんですよね、使い切ればネガティブな感情って起きないので。だからもうこの素でいるよりも戦略的に、うわぁもうなんでこんなことになってしまったのっていう風にもうえげつないぐらいネガティブになってやって、でそのネガティブになった状態でずっと過ごせば、一日経てばねこう脳が疲弊してネガティブになんてね考えられないようになってたりするかもしれないので、今はもう未来のこととか明るいこととか考えなくていいです。もう別にね無理に笑う必要もないので、ネガティブな感情にね
老けていただければいいと思います。ただここからね、客観的立場から見るとやっぱり明るい未来もね開けてますんで、ぜひともそれはそれでちょっと楽しんで見てもらいたいし、もし浪人するってなったら、今のね第一志望よりもちょっと上のねランクの大学とか目指しちゃったりして、本来第一志望に受かった未来よりもいい未来を手に入れられるように、あとはもう未来の自分にバトンを託してやったという感じで、そういうメンタリティで、ね、過ごしていただければいいかなというふうに思います。不況等から一言で言うと、置かれた場所へ咲きなさいっていうのがまあ一番優しくないかもしれない。弁当のは今すごく優しかった意見で、不況等が言うと置かれた場所へ咲く、これがすごく大事かなというふうに思っていて、まあみんな結構この一個大きい挫折やったかなっていうふうに思ったりするんで、まあ不況等も結構その後期で受かるまではもう全然ダメダメやったから、不本意な受験やったから、で高校受験も不況等は失敗してんねんけども、まあ、結構不本意な受験生活を送ってきていて、やっぱ理不尽やなって思うし、なんで頑張ったのにって思うねんけども、それを、あ、じゃあ自分が置かれた場所で咲こうっていう風にポジティブで考えられたら、一番それが理想状態。まあ、最近今弁当言った通り多分響かないと思う。別にここは今全然響かんくてもいいねんけども、じゃああと1ヶ月後、2ヶ月後、みんなが、じゃあ置かれた場所で咲こうって、そこで努力できること。これがみんなの、めっちゃごめん、抽象的な言葉ばっかりで申し訳ないけど、幸せの第一歩というか。なんか置かれた場所で咲くっていうのが結局一番幸福学的にも、やっぱ幸せなんですよね。別にお金をじゃあ何億稼いだからって自分人生の幸福度別に上がらないんですよ。実際それは研究データ出ていて、もちろん人にはやるけどね。だからこそ置かれた場所で咲く、これはすごく大事になってくるんで、別にみんなの人生は何も悪くなっていない、それ今から自分がどうするかだけ、ただそれだけやから、だからこそ何も悲観、まあ全然逆なこと言ってる、これ分かってるね、弁当。何も悲観することなく、口の塔からは置かれた場所で咲く、じゃあ今から何ができるかっていうのをしっかり考えて実りある大学生活にしてほしいなというふうに思います。はい、という感じでね、まあ後の選択はね皆さんに任せられておりますのでね、一応有料相談まだねしれっと多分やってるんで僕らはい、 DM でね1回1200円で受けたまっておりますんで、もうどうしてもこう悩んでるんだという方がいらっしゃいましたら、僕らでよければ助けになりますので、ぜひともね相談 してください。はい、まあ本命最善になるし、まああとは弁当君最後言ったけども、選択は自分やねんからさ、うんうん、大学生やねんから、もう選択ね、自分でどんどん選択をして人生切り開く、これが一番ねやっぱ大事かなというふうに思います。25まで来たらね、はい、25しか生きてないねんけど、ね、25しか生きてないねんけど、人生で選択なんでね、はい、違いない、はい、それじゃあみんな検討を、あえてね検討を祈りますという言葉で締めくくりましょう。検討を祈ります。グッドラック。前は天才天才天才、カリスマ無敵無敵無敵、解けない問題なんてないさ、令和のガキでおった。君は世界を良くする使命を持って地球にやってきた。お前は天才天才天才、カリスマ無敵無敵無敵、解けない問題なんてないさ、令和のガキでおった。